大人から三味線を始められますか？こんにちは、時和津沙耶でございます。今日はよくいただくご質問にお答えしたいと思います。とてもよくいただく質問はこちらです。大人になってから三味線を始められますか？実はですね、私自身大人になってから三味線を始めました。三味線を演奏する人は子どもの頃から三味線を始めている人という印象が強いかもしれません。ですが実は私自身は大人になってから三味線を始めました。お仕事を始めてからですね、三味線を持ちましたので、とても遅いスタートだったんです。そして実際に私の三味線教室の生徒さんには大人から三味線を始めている生徒さんがたくさんいらっしゃいます。生徒さんたちを見て思うのは、大人になってからでも三味線を弾いて楽しむことはできるなという印象を持っております。大人から始める場合に子どもさんから始めるのとは違う強みがあります。学習意欲が親御さんから習いなさいと言われて始めるお子さんよりも高いということですね。やる気というのは結構さまざまな、そうですね、壁を乗り越える力になります。そして物事を習得するにはそれなりに積み重ねが必要だと知っていること、これもとても大人に、これはもう子どもさんにはない強みですね。お子さんはですね、やれば大体すぐできると思っているケースが多いんですけれども、大人の場合はさまざまな今までの人生経験を積んできてらっしゃるので、それなりに基礎が大切であるとか、あるいは基本をおろそかにすると結局満足がいく内容の結果を得られないということを知っているので、基礎をおろそかにせずにきちんと取り組む力が、底力があるという印象を受けます。もちろんお子さん、大人から始めるとお子さんの時よりもちょっと不利な部分があります。それはですね、やはり指の敏捷性に欠けるとか、運動の能力が少しお子さんよりも弱いという部分がありますけれども、そういう部分を補いながら三味線を勉強していくと、大人から始めた方でもきちんと曲が弾けるようになっていらっしゃいます。ですので大人から始められるかなどうかなと迷っている場合も、安心してお三味線を始めていただけたら嬉しく思います。